どうも皆さん、こんにちは、ほうです。今回もフランクリンさんのお金持ち生活やっていきたいなと思います。日々の疲れを癒せるね、新しい別荘を買ったので、そちらにね行きたいなと思います。さてみんな楽しんでるね。すごいね、フランクリンさんの友達の量すごいね。めちゃくちゃたくさん来てるんだけど、すげえいっぱい人がいる。で今回はですね、なんと新しい車買っちゃいましたよ。すごいラグジュアリーな感じの車で、こちらです。じゃじゃーん、すげー、なんと日本車です。トヨタのクラウン RS ですね。なんとこちら日本車なので、ちゃんとね右ハンドルになってるっていうね、すごいね。それもこんな感じになっております。すげえかっこいい、ハイブリッドのマークがついてる。すごいね、 RS って書いてるよ、ロゴもかっこいい。めちゃくちゃね綺麗に作られて、久々にエイダさんがね登場しました。じゃ早速クラウンを運転していきましょう。おー、これが車内になってるんだね。すげえ、内装もいいね。めちゃくちゃ綺麗だよ。ハンドルの位置がおかしくなってるから、ちょっと正しい位置に戻していこう。いきまーす。今回もね、このハンドルコントローラー使っていきまーす。OK、いいよ。おー、すごい。メーターもちゃんと連動してる。かっこいい。後ろの乗り心地はどうですか？めちゃくちゃ快適そうだね。OK。じゃあ出発しまーす。じゃあちょっとこの視点でやっていこうかな。行きましょう。ぶつけないように、ゆっくりと慎重に。怖いな。怖い怖い怖い。OK、いいよいいよいいよ。まあでもね、キーボードよりね、ぶつけることはね、本当にね、少なくなりましたね。よしよし、ボディーガードが2人もいる。さすがフランクリンさんの別荘。行きましょう。止まってくれよ、頼むよって。一体どうした、何かあったのどうしたのどうしたの、なんかやってる面白そう。ちょっとそっち行ってみようかな。 OK、 行きまーす。こっち側の青色のとこだね。乗せてくれよ、だって、あ、車壊れちゃったの。へい、どうしたの、大丈夫お金はちゃんと払うから乗せてくれよ、だって。いや、乗るの乗らないのどうしたのなんか乗り込まないんだけど、この人。もう危ないからもう行くね。もうやっぱりいいわ君タクシーでも拾って。だいたい怪しいよね、人の車に乗ろうというその時点で。タクシー使えばいいのにね、お金払うんだったら。怖いよ、あんなん強盗かもしれないよ。フランクリンさんを狙う強盗だ、あれは絶対。あんなん乗せたらダメだね。え、しかもエイダさんもいるというのに。さて、じゃあちょっとね、新しい別荘はねこっち側じゃないんでちょっとめっちゃ大回りしちゃったよ。じゃあ行きたいと思います。あ、止まってくれてるぞ、これ。なんとね、ここ左に行かないといけないというね、めちゃくちゃ大変そうな感じなんですけど、大丈夫、行けますか誰も止まってくれない。左に行かなくちゃいけないというね、このタイミングをめっちゃ測って、思いっきりアクセル踏んで行こうすげえ危険運転してる惜しいぞ。この車はね、めっちゃ運転しやすい。なんか快適ですな、本当に。楽しいぞ。このフロント部分が賛否両論あるらしいんですけどね、僕はめっちゃ好きですね。めちゃくちゃ綺麗なね別荘です。大自然の中にあるというね、素晴らしい出来のね別荘をね買ったので。これ今ね、アクセルベタ踏みなんだけど、スピードは出ないように設計されてるんかな。ただ、ね、乗りやすいね、その代わり。運転ミスすることがないわ、マジで。なんかスピンとかしないし、あ、サイバートラック走ってた。スピンとかしないからね、そこら辺いいね。めちゃくちゃハンドルで運転するのが楽しい。一人称視点でもやっていこうかな。こんな感じ。あ、自転車の方が速い車の方が遅いんだけど。行こう行こう行こう。ほ
自転車もこのハンドルコントローラーを使って操作できるのか、それ気になるよね。めちゃくちゃまだ試したことがないんだけど、ずいぶんゆっくりだね。本当に今回全くスピード出してない気がする。車遅い。サイバートラック2台目なんだけど、結構走ってる。ロスサントス普及してんのかな。おー、なんかハンドル揺れてる、ハンドル揺れてる。いや、なんか前のトラック遅い運転しづらい。自転車と全然変わらないんだけど、スピード感。サイバートラック3台目だよ。ありえんでしょう。めっちゃ走ってるよ。さて、すごい田舎になってきた。ここら辺自然豊かでめっちゃいいね。さあ、まだフランクリンさんの別荘は見えてないけど、あ、こっち側か。あー、ごめんめっちゃ罵声浴びせられたわ。さて、ここの全く舗装されてない道を通っていきます。あ、見え、これかめっちゃ隠れててわからなかったけど、すげえ、これだ、間違いなくこれだ。見て、すごっ。めっちゃなんか森と一体化しちゃってる。すごい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 。かっちょええ、この家。車もここら辺で置けんのかな。置けるー。めちゃくちゃ期待したのにさ、こんなのあり。こんな感じで、一部なんか壁とかが全部なくなってるね。うわー、めちゃくちゃショックー。まあ、いいか。でも、まあ、別荘っぽいところに来ました。なんかこんな感じで、本来ここら辺にもなんかあったみたいですよね。あ、でもこっち側に行くと何かありそう。おー、おー、おー、何これ、何これ。どうなってるんだ、これ、ほんまに。嘘でしょ。ちょっとわかりづらい。これ上に、どうやったら行けるんだろう。あ、こっち側になんか階段あるよ。おー、すげえ。おー、めちゃくちゃ綺麗だね。こっから見るとすげえ綺麗なのに。あ、なんか誰かプールに入ってる。あ、ここはちゃんと床とかできてるね。オッケー、行ってみよう。すごー、この階段もめちゃくちゃいいね。そして、おー、なんかゲートボールでもやってんのかな。すごいね、この自然。めちゃくちゃ綺麗だね。そして、あ、なんか窓ガラス割れちゃってるよ。こんな感じでーす。素晴らしい。あ、ここも自動ドアになってる。おー、めっちゃいいとこだね、ほんと。すげえ。部屋をちょっと探索してみよう。あー、これすべて完成してたらめちゃくちゃ素晴らしかったんだろうなと思うんだけど。てか全部これなんか鍵がついてるね。セキュリティも安全になってる。すごいすごいすごい。おー、お風呂きれい。なんだこれ、広。めっちゃきれい。そしてこっち側に行ってみよう。おー、こんな感じになってまーす。料理作る場所はこんな風になって、冷蔵庫もあって、おー、映画も見れるぞ。シアタールームもあって、すげー。そしてこの眺めね、最高じゃない？めちゃくちゃ開放的。すごいこれ。めっちゃ綺麗だね。じゃあちょっとこっち側に行ってみようかな。素晴らしい。ここも窓ガラスとかなくてね、全部開いてます。すげえ。めちゃくちゃ自然を感じられる最高の場所ですな。シャンパンまで置いてあるよ。そしてここプールみたいになってる。おお、深っ。めっちゃ深かったこれ。いやー、すげえなこれ。めっちゃリラックスできそう。で、そしてなんか、ちょっと待って、なんかドクターヘリがあるんだけどなんかわからんけど、ドクターヘリ。そして上に行ってみよう。こちら3階になってますね。おー、ここもすげえな。素晴らしいね。もうちゃんとこれも覗けるよ。望遠鏡も覗けるようになってる。すげえ。うわ、なんか火災起きてない？大丈夫？なんで下燃えてるんだろう。怖いな。おー、すげえ、サンドバッグだ。あ、ボーリングもできるようになってるんだね。あ、またお風呂がある。すごい、広。あー、めっちゃガラス割れる。怖ー。
怖いよこれ。壊しがいがあるね。おお、君たち楽しそうだね、ビール飲んで。すげえ。この上は何だろう。おお、この上もなんか緑になってる。自然がすごく綺麗だね。このガラスは割れないんだ。じゃ全体像を見ていくと、こうね、なってました。おお、めっちゃ森って感じ。すげえかっこいい、これ。めちゃくちゃいいですな。ちょっとね、日々の疲れをね、癒すには最高のね、場所ですね。いやほー、窓ガラス待っとこう。窓とかね、ない方がいいわ。あ、ここら辺、なんもない方がいい。割りがいがあるね、この窓ガラス。いいね、素晴らしい。あれとか、エイダさんどこ行ったの？エイダさん。すごい綺麗だよ、ここ。割れる割れる。あ、ここトイレある。ちゃんとトイレあった。よかった。トイレがない家とか無理だからね、住むの。それ不可能だから。いやー、ここが一番いいね。このリビングルームが最高だね。素晴らしいな、これ。めちゃくちゃ別荘って感じだよね。じゃあちょっとね、ここら辺をね、あの車、クラウンに乗ってドライブしていこうかな。よーし、じゃあちょっとバックしまーす。かっこいいね。オッケー、行こう。ここら辺、周りには何があるかな。あ、なんか家あるわ、ここ。トレーラーハウスみたいなのがある。すげー、自然の中でサバイバル生活してるわ。てか、ちゃんとポストとかも設置してあるんだね。おー、自転車乗ってます。さて、買い物するにはどこに行けばいいんだろうね。全然お店とかないから。ちょっともうちょっと先の場所まで行かないといけないと思う。ちょ、買い出しにコンビニに行きたいわ。おー、すご。早いね。これ何キロ出るんだろう。こーめちゃくちゃ踏み込んでみた。どうなるんだ。すごい踏み込んでます。130キロぐらいしか行かないのか。もしかして。おー、これぐらいですな。140行ったか。まあ、最高速はそんなに出ないけどね。まあ、こちらの車はスピード出す車じゃないんで。なんか、ハンドルとさ、車体の動きがめちゃくちゃ一致してるから、すごい運転してる感がある。すごいこれ。なんかめっちゃ面白いんだけど、これ。すげえ。ということで、街に来ましたね。ここでようやく買い出しができるって感じだね。まあ、すごいね、いい別荘だね、あそこは。そしてオフロードではどんなぐらい走れるんでしょうか。おお、揺れてる。すごいすごい、ハンドル揺れる、面白い。おお、めっちゃ揺れるここ。すげえ揺れてる。おお、こんな感じ。おもろ。おお、やば、すご。さあ、こっち側に行ってみよう。あ、こっちが道か。これどこまで続いてるんだろうね、この道。一応ナビでは道としてあるんだね。すげえ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 。これ、車体壊しちゃいそう。おお、来たぞ。なんかでかいスーパーみたいなとこ来た。よし、ちょっとここは右に行って降りよう。フリーウェイを。いやー、これどこでも使えるね。いいね。この車楽しいな。なんかね、ちゃんとね、ハンドルと結構連動してるなと思う車と、そんなに連動してないなっていう車があるんだけど、これはかなり連動してる。なのですごい、めっちゃ実車感ある。実車を運転してるみたいな感じがあるよ。おお、メガネを外しながら運転すると何も見えないね。これは危ない。前になんか黒い物体があるなっていうのは見えるんだけど、
どれぐらいの距離にあるのかわからないっていう感じ。ああ、絶対道間違えたね、これ。全然違うとこに来ちゃったけど。こっち側に行けるのか、もしかして。おお、いいぞ、いいぞ、いいぞ。こっから行こう。あ、なんか来てる、なんか来てる。嘘、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 嘘。ここって右側通行じゃないの？なんかレースみたいなのやってるよ。さて、フランクリンさんの別荘ですよ。ここにあります。素晴らしい。いいね。かっこいいね。あー、なんかマウンテンライオンいるな。これ恐ろしいな。OK、到着。こっち側でちょっとね、バックをして。バックをして入れていこう。こっちで合ってる？ OK、いいよ。おーし。降りたー、着いたー。これ右側ハンドルなのに左から降りるんだね。ということで、チャンネル登録とね、高評価の方もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。